お、豆太郎、賢い。今腹ペコの方を見てます。腹減った？おお、よしよし、集まってきた。じゃあ皆さん、お、すごい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 、一気に4匹ぐらい来ましたね。いいよ、ちょっと待っとって。おー、あなた茶じゃないかな。今日はですね、この葉っぱの上ぐらいに落としていこうかなと思って。そういう絵が撮れたらなーっていうね。気づかない豆太郎ちゃん。お、ちょ待って、あ、メロンが食った、今の葉っぱのやつ奥で。すごいけどメロン取ってねえんだよな、そこは。まさかこんな早く葉っぱの枝を食べると思わんかったね。さすが春まで野生にいた子。お、豆太郎こっち振り向いた。さあみんな、今度こそ神がかったよ、見せてくれ。豆太郎、豆太郎ちゃん、世界一かい8円の裏逃げちゃったな。お、お、空豆が食ったのかな、今のは見えんとこだけど。皆さんこれどうですかね、空豆椅子の陰で食った。あ、ちょ待って、今出てきた出てきた。おお、逃げとる逃げとる。あ、豆太郎橋の中入ってった。ちょっと豆太郎橋の中入ってった。もう豆太郎移したい。豆太郎は分かっとるな。そこに入る姿を撮りたかったんですよ、豆太郎。よし、豆太郎分かった。豆太郎いいよ、あんたお利口だわ。あんた名古屋で一番お利口なカエルだ。あれ、よしよし、名古屋で一番賢い子だ。よしよしよし。さあ、名古屋を代表するねカエルは今まで太郎だったんですけど、もう今日から豆太郎です。名古屋のアマガエルといったら豆太郎。美味しそうに食うわ、むしゃ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 と。それをトサカが横で見とるもんで。トサカさん、あんた運動神経むちゃくちゃいいの分かってるでね、自力で食ってほしいね。ほい、ほいほいほい。おお、茶か。おお、あら、今一瞬茶と取り合ったけど背中に乗っちゃった。あ、ちょっと豆太郎映らんところで、あんたらほだな、豆太郎が映らんじゃないですか。あ、でも茶がこっち見てくれとるわ、可愛い顔で。これが3匹が構図に入る限界。おお、限界のズームですね。捕食が見れました、ありがとう豆太郎。お、豆太郎まだくれみたいな顔しとんな。ええよ、奥にメロンがおるんですよ、葉っぱのとこでね、唯一食べてくれたね、賢い子。太郎はあんたと食べに来ないかな、俺食べな。よしよしよし、おーしよし、お、あー、逃がす逃がす逃がす。おーしよしよしよし、太郎今すごい、リカバリがすごかった。今一瞬逃がしかけて枝の下に入りましたよね、くるっと。で、体勢立て直して食べた。この子ね、若いカエルと一緒に食べに来ないんですよね、下に置いてくればいいのに。この子狩りうまいんでね、下置いてきたらね、かなり高い確率いっぱい食べれると思うんですけど。あ、美味しそうな顔しとるな。太郎もおじいちゃんになったのかな、あんまりね、こう動く姿をね、見なくなってきましたね。おお、食ったっぽい。太郎のこの始末全部使いたいな。よし太郎、ありがとう、もう止めるわな、ありがとうね。さあ、そうこうしてうちで豆太郎がね、もう完全に自分の部屋みたいな感じで、ね、使い始めたのでね。ほい、豆太郎ごめんな、部屋から出すつもりはなかったんだけど。豆太郎の姿、おお、茶ガエルか。トサカも食ってないかんと、この辺のことしたらあんたら食え。ほい、ほい、どっちどっち。トサカはね、狩りがめちゃくちゃ上手な子なんでね、ひょいっと食べると思うんです。あれ、いないな。豆太郎がめちゃくちゃ訴えてきてる目で。
豆太郎大丈夫だぜ。数日前にですね、コオロギ発注したのが届いてね、400匹行ってみると、おお豆太郎パクってパク、あー豆太郎ね、口まで運んでもらえると思ってるんでね。おお、さすが登坂、腹ペコ水素で一番身体能力が高い。唯一ね、野生のカエルのようなね、スリムな体型を維持してる。こんなカロリーがね、飽和状態の腹ペコ水槽でこの体型維持するのはなかなかのことですよ。洞窟の上、お豆太郎行け行け、洞窟の上の、空豆、空豆1匹行くって、豆太郎これで2匹かな。あ、ダメだ、葉っぱに落ちんかった。手噛んどる手噛んどる、今茶が土佐の手噛んだ、仲良すぎて。あ、メロンまだ食いたそうにしとる。お茶頑張れ、よし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 。豆太郎以外はね、そんな甘やかしてないんでね、結構自分たちでパクパク食うんですよ。こうやって豆太郎だけはね、めちゃくちゃ甘やかしてね、あの0歳の時から育てたんでね、口までね、餌を持ってこいみたいなねことを言うんですけどね。で、おそらくですけどね、トゥクちゃんも、あの、甘やかすことになりますね。おお、落ちちゃった、ごめん、豆太郎。カメラで収めるまでもないってね、もう余裕で食べちゃうんで。おお、よし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 。ありがとう、今のはいいシーンが撮れた。難しい捕食をね、こう撮影したかったんですね。いやー、メロンありがとう。このメロンちゃんはね、今年の2021年の4月までね、うちの庭でね、野生のアマガエルとして生きていたんですよ。で、おそらく去年の冬、うちの庭で冬眠して冬を越した子で、今年4月ね、土からひょこっと出てきたところを腹ペコに捕まえられたと。幸か不幸か、メロン。どうですか、もう来て4ヶ月、3ヶ月、4ヶ月。結構楽しいやろ、この水槽。鉢の上にメロンが狙っとる。鉢上の上にコオロギいますよ、皆さん。メロンがじっと見とる。メロン惜しかったな。あれ、メロンびっくりしてどこ行っちゃった。あ、もうメロン姿見えんくなっちゃった。上に逃げとるわ。メロンちゃん、はい、おいで。これごめんな、ビッグさん、あんた餌やる人で、水槽来た方が餌食えるんだ。戻っといでよ。坂の中いっぱいかな、目の前に。おーおーおー、メロンが土佐館のところにコオロギおるけど、もうお腹いっぱいか、この子。1匹か2匹食ったか。